お、どうもこんばんは。こんにちは、ジュンとネネです。いや、米粒社協です。よろしくお願いします。夏真っ盛りということでだね。真っ盛り。2021年8月の米粒社協の談話室でございます。暑くなってきましたね。暑い、毎日、いかがお過ごしですか。ね、本当に。いやいやいや、前回が7月5日だったんでね、そこから1ヶ月。そうね、早いもんだね。7月はもう寄せ、結構出ましたね。結構なかなか呼んでもらったんじゃない？ね、池袋、あ、じゃない、鈴本、上関が鈴本、中関が末広亭で、下関に池袋演芸場でね。でもほとんど必ず立花や文蔵師匠がご一緒。文蔵師匠が僕らの後っていうのがセットになってます、ね。だから俺らが文蔵師匠の予告編みたいな。いや本当に、そうなんです、今から怖い人出てきますから、そんな風には言わないよお前。そんな感じだった。どんな導入なんだよお前。はためらくじゃないか文蔵師匠のお前。どんな紹介の仕方なんだよお前。本当優しいんだよっていうね。で8月は上関にまた上野鈴本演芸場、そして下関、新宿末広。8月神は鳥が菊之丞師匠だからね。いやね、古今亭菊之丞師匠、歌舞伎役者さんみたいなね、すごいんですよ、師匠ですよ。また古今亭のね、柱ですよ。あれだろ、伊達天の時には落語指導が、落語監修したら、ね、だから武さんにその所作とか指導した人が菊之丞師匠だからね。まあ、上野、新宿、よかったらね、遊びに来ていただければなと思いますけど、浅草、東洋館もあったな。東洋館も出ましたよ。東洋館、前からどんよりしてたな。東洋館、どんよりしてたな。言うそれ。相変わらずどんよりしてた。いや、まあ、あそこもあそこで貴重だからね。いや、別にどんよりしてたって、どんよりってのはほら空模様だってどんよりって。まあそうですね。だからね、そうだ、別にさ、悪いとかさ、やりにくいとかそういうこと言ってるじゃないですか。悪くはない、ただどんよりしていたっていうことだ。ただどんよりしてたっていう、そういう感じですよね。いや、ここ最近のね、ちょっと寄せニュースでね、あ、何？なかった？僕的にはすごい事件だったんですけど、どうした？池袋演芸場って、楽屋に入る前に、自動販売機あるんですよ。そうよ。まあ、外では150円で売ってるやつが200円で売ってるっていう、かなり貴重なね、ここ山の頂上ぐらいな感じの価格で売りつけてる。映画館だってさ、多少は上乗せするんだから。かいや それぐらい仕方ないじゃない。これはやっぱり地下まで運ぶのにプラス50円かかったんだな。そうそう、いろいろ納得はして他の寄席と違って池袋から地下に潜っていくんだから。そうなんです。そうそう、だって子供が初めて来た時グーニーズかと思ったんだから。地下でね、そう入ってて、そう天井から骸骨がぶら下がってキャーみたいなさ、間違って喫茶店入っちゃったり。骸骨はぶら下がってないんですよ。そう間違って喫茶店って隣の喫茶店じゃねえかね。誰が行ったことない人分かんないだろう。池袋演芸場ってもうそういう香ばしい場所にあるんですよ。もう最高なんですよ。西口出てすぐですからね、ホームみたいなところですよ。ホームって言っちゃったけど、ね、まあいいや。でやっぱり実家に帰ったらお母さんの入れたお茶飲みたいみたいなのと同じで、僕は実は密かに池袋演芸場の自動販売機に、2つあるんですけど自動販売機が、はいはい、右側の販売機の一番端っこにあった、伊藤園の自動販売機のそば茶を心待ちにしてたの、ずっと。ずっと池袋演芸場行ったらあそこでそば茶を買って飲むっていうのを楽しみにしてた。それ何、季節の飲み物？いや、年がら年オールシーズンあったの。じゃあいいじゃない。それがですよ、池袋演芸場行ったらそば茶がなくなってる。あらま、そば茶がそばにいなくなった。大事件で、そば茶がそばにもういなくなっちゃった。そうなんだよ、あなたのそばにいてくれなくなっちゃった。だからこれ俺しか買ってなかったのかなと思って。いや、そういう問題じゃないだろ。しばらく池袋行ってなかったし。そういうことじゃねえだろ。だからもう受付の方にね、自動販売機のそば茶なくなっちゃったんですけど、入荷しないんですかね。聞いた、聞きましたよ。本物の好き者だな、それは。リクエストがあったってお伝えしておきますって、すごいドライな感じの対応されまして、わあ、そば茶俺しか楽しみしてなかったんだっていう。皆さん、そば茶って美味しいですよね。あ、なんかドライ対応されたと思って。ちょっと俺、池袋演芸場にそば茶復興をね、復活する運動をね、細々と続けていきたい。いや、でも分かるよ、そういう気持ちは分かる。そうなの。俺もね、やっぱりね、例えば池袋つながりで思い出したんだけど、今新聞芸座だろ。新聞芸座ね、旧文芸座時代のアンパンでなきゃ俺嫌なんだよ。今の新聞芸座のアンパンじゃダメなんだよ。そうなんだよ、年齢制。いや、ほんと
そう。もうね、旧文芸座ね、うん、もうその今みたいなさ、うん、なんかその綺麗な感じじゃなくて、ね、全然あの、うん、ね、地下に文芸座2、昔は文芸地下ってたんだけど、うん、そので文芸座ルピリエってね、芝居もやったりする小屋があって、あのシネマブティック、シネブティックなんていうさ、うん、その映画に関する書籍とか音源とか売ってるちっちゃな店があって、うん、そんで本体というか、まあそのね、全体統括する、うん、連合艦隊で言えばフラッグシップみたいな。なんで連合艦隊で行ったんだよ。いや、そういう例えしかできないからしょうがないだろうよ。俺のそれは全部なら全部軍艦で例えるか、うん、全部例えられるぞ。全部軍艦でね、全部な、うんうんうん、それまあまあ、まあ、いい、その話は。これは何かな、軍艦で言うと。これはね、これはお前軍艦機だよ。これはお前軍艦機にいたらこれが旗印なんだ。これちょっとプログラム立てる系のこれはね、役に立つ。これはね、あの対空砲、対空砲軍艦で言うとね、対空砲ですね。対空砲だから、こういうふうにってここからタタタタタ、もう話戻していいか。池袋、話戻していいか。池袋その文芸座な、文芸座上がってっていう、その頃さ、あのロビーなんかね、うん、すごいんですよ。今のみたいにこういろんなね、なんかルールとか徹底してないから、ね、禁煙って入ってあるのにさ、平気でパパス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 パロビーで吸う人はいるわ。もうもくもくそうよ、ね、もう霧隠れ谷みたいな状態をかき分けながら座席座りに行ってたのよ、高校生自分の俺なんかさ。そうだよね、その頃の、未だに覚えてる、200円のアンパン、うん、200円のさ、これぐらいのさ、うん、あのヘラべったくてなんか潰れたような形してんだよ、うん、それと150円のコーヒーがうまかったんだよ。いいな、それ150円の1回コーヒーでアンパン食いながら文芸座で2本立て見るのが贅沢だったんだよ。贅沢、豊かな生活、高校の頃の。ああもうそ、うん、まずうまい感じですよね。味が変わったし、あのメーカーも変わったんだよ。メーカー変わっちゃったんだ、うん、そこなんだよ なで、ついでに言うとな、池袋な立ち食いそばもあれ微妙に変わったんだよ。どこ池袋ね、だからその文芸座行くときに東口のよ、うんうん、あの出るだろ、そしてあるある、すぐ交番の左手、そう、うん、あるある、左手の方なんだろ、はいはいはい、あの店じゃないんだよ。もう俺あそこじゃないの、悪いけど その前のね、乱れて切ると書いて乱切りそばっていう立ち食いがあったの、そこがうまかったのよ。お前入ったことない？いや、あるあるある。あるだろ？学校時代入ってましたよ。入ってるの、はい、あの乱切りそばのね、海鮮かき揚げのうまさたるや。びっくりするのうまかったよ。海鮮かき揚げ。海鮮かき揚げ。手届かなかったな。そのさ、あのくるくるあんな、ほら、エビの丸くなった。あるあるある。まあ、エビあれうめんだよ。うん、そうそう。エビの真似ですよ、皆さん今。桜エビでもない、ただのかき揚げになってるエビの真似ですよ。これがさ、この可愛いピンク色にさ、ぷくっとしてな、あの、ぷくっとして。あれ、可愛いんだ、あれがよ。可愛いんだ、食べちゃダメでしょ。うん、こんな可愛らしくてさ、いつでもどこからでもどうぞ、みたいな顔してよ。可愛い。もう食べるのはばかられる。そうそう、だからね、俺必ずね、後でねって必ず後でなっつって言って、後でなって言って、めでてたの。おー、そう、めでますよ、お前。めでましたよ。卵、卵、ちょっと、ちょっとあの、贅沢しちゃう、しちゃっていいかななんていう時はね、うん、卵なんかポーンって落としちゃってよ。卵落としたら、またこの、あの、白身の部分がフワ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 。で、エビもね、うまくミックスされて、おー、そう。さっきのエビどんな感じ、うん、と卵垂らされると。あー、いい顔になってる、いい顔になってる。柔らかくなってる表情筋。これは卵の力ですね。卵の力ですね。これやっぱ表情筋がいい感じ。なっていく、なっていく、なっていく。そしてその白身の部分がうっすらとふわふわ、ふわふわ。僕たちも自己主張していいですかね。僕たちも立ち食いそばの擬人化です。僕たちのことをちょっとニョルッニョルッとして、ちょっとつるった工事気味ですけど、いやいや、つるった工事さんはな、はい、な君ばかりが注目されて常に脇に追いやられてる私たちでございますが、そのまま水道に流し落とすようなことはおやめになっておくんなさいっていう、そういうな、そういう感じ。そうそう、それがさ、それがそのかき揚げの野菜たちと、野菜たちと混然一体となっていく、それをこの固唾を飲んで見守る、ね、見守る箸を、まだ箸つけられない、そうよし、絡まれよ、絡まれ、いけのてけ、いいよ、潮時だ、おいって言って、そのかき揚げのところに箸突き刺した時のサクッっていう、いいね、うん、サクッ、サクモア、サクモアですよ、ね、サクモアね、このな、たまらなかったんです、そのあのね、で、そしてこの麺たちの、またこのそばのね、うん、このあの肌衣をまとってね、そう、衣をまといつつ、地肌のさ、健康に小麦色に焼けたね、80年代の、いいね、あの湘南の海岸をカッポしていた、うん、あの彼女たちの肌を思い出す
朝日ビールのポスターに似てるところに、そうそうそう、女の人みたいにこんがり焼けて、いいそのそれそれそれ、その色だよ、あのそばだな、昔さ、うん、こんなでっかいジョッキ持ってこんなになってるな、そうそうそう、今ないよ、うん、こんなルッキズムがどうだとか言われてさ、うん、そうなんだよ、もう袋叩きになっちゃうだろ、うん、そうだよ、クラリオンガールだとか、うん、なんとかガールだとかいっぱい、まあ蓮舫さんもクラリオンガールでしたけど、うん、それを言うなよ、もうそれ言うなもうね、でそういうその肌の色したさ、そば、うん、がこうニョロンニョロンっていうさ、もう歯触り、うん、あの歯で噛み切る時のあの歯ごたえ、もう何もかもね、乱切りそばが良かったの。あ、そっか。それはね、ぬるっとね、まあまああの英語母語になっちゃいけないからね、まあでももう十分なってるかもしれないけど、店舗の名前は言わないよ、言わないけど、言わないけど、まあその某大手のさ、結構チェーンみたいに展開してるところになっちゃったね。まあもちろんそこのごひいきの人が数的に多い、ね、多いから勝負に勝ったんだろうけどさ、俺は悪いけど前のラウンジそばの方がうまかった。ね、その池袋円形状のそば茶もさ、うん、その議席で言えばよ、議席50議席のうちの1位だったわけよ1議席取ってたわけよ、うん、それが、はいはい、なんかもう他のお茶、うん、もう何だったら水はさ、もう水だけで5議席くらいあるわけ、うん、ああそれはおかしいよ、そこはさ1議席ちょうだいよっていうね、うん、いやだからこうやってなんかこう、うん、最大多数に駆逐されていってしまうものを俺ら守らなきゃいけないと思って池袋演芸場にそば茶をっていう、うん、そう、いやだからね、言い続けていく、分かるよ、だから であの守るっていうよりも言ってるけどさ、何だかんだ俺らが駆逐される側なんだそうだね、俺らがその滅びゆく側なんだからさ、 そうなんだ、その自意識も持っとかないとな、あ、うん、そうなんだよ、でもね、守ってくれとか庇護してくれとか言いませんよ、そういうことじゃない、それ言いませんよ、別にね、なんとかね、自前でな、そうなんだ、自分の身は守ろう、そういうこと考えたら、うん、寄せだって同じだね、な、名前が書いてある木がさ、うん、あってさ、うん、いくつかある議席のうち1議席ちょっと米粒社協入れてくれてるわけだからね、そうですよ、だって駆逐されないように頑張らない、天狗さんがいちいちそれ名札をパッと取り替えたりして、やっぱね、俺寄席のね、あのこうあーって楽屋でハーってなんなんさ、うん、もうこれでもかっていう、もうそのもう剛腕のもアナログでしか動いてないわけだろ、うんうん、これでもかっていう、そうだね、全部が、全てのシステムがアナログでしか動いてないんだからすごいんだから、うん、本当に全ての機構が、うん、造作が、うん、な、うん、だって楽器の要するにさ、出囃子だって基本的っていうか、もうほぼ全員が生演奏なわけだしさ、研修してね、入ってきて、うん、うん、そうそうそう、でお茶だって前座さんの手を全部手を入れてこうやって出てきてさ、 すげえタイミングで出てくるんですよ、うんうん、ちゃんとこう着替えて一息ついてるタイミングを見計らって出してくるし、うん、そうそう、でもう完全にさ、もちろん教わった通りのね、作法通りなんだけどさ、もう着物をさ、もうどっかで必ずその端正に着物を折りたたんでる、そうなんだよね、うん、もうあれだと、もう今時の企業だったら、ええガチャン、ええガチャン、そうだよ、全然そうだよ、みたいになるだろ、そう、今日だってプラモ工場だって全自動だからね、人入ってないから、そうかそうか、そう考えたら貴重な空間いるなと思うんでね、うん、人間の匂いしかしないからね、うんうん、まあそんなちょっとそば茶談義でございます私は本当にこれはね、守り抜かなきゃいけないと思う、そば茶か、俺ねほうじ茶好きなのよ、うん、ほうじ茶俺も大好きだよ、もうほうじ茶、ね、おいしんぼのほうじ茶のエピソードだって大好きなんだから、山岡のお母さんが入れてあげんだよ、ちょっと待って今気づいたけど、そば、うん、茶好き、ほうじ茶好き、縁側、うんうん、のじじいか俺たちは縁側のじじいかバカ野郎、本当に確かに田舎の縁側じゃねえんだよ、なんか下なんかよ、気がついたけどよ、難しいのほうじ茶っていうのはね、そうなんだよ、だって山岡のお母さんなんて病弱なのにユーザーのためにほうじ茶だけ入れてんの、お母さんなきゃ、だって見合いっていうね、その美女クラブのね若手が入れてあげるんだけどさ、あそうなの、そうなんだ、ほうじ茶専門の人がいるんだから、うんうんうん、ほうじ茶大好きですよ、ほうじ茶が、うん、でね、また茶で思い出しちゃったけど、茶で思い出したよあの茶番組だから、俺さ昔さ TBS のさ玉結びでさ、うん、鹿児島茶のやってた、知らんのね、 PR コーナーやってたじゃない、やってたやってた、5、6分かね、まあ、伸びても7、そんなだからさ、あれ鹿児島まで行ってたよ、ね、そうよ、そうだよね、そうだからさ TBS ラジオもまあその予算というかね、おかしな予算配分しますよねいやもちろんさスポンサーからちゃんとね、うん、資金提供されてるとはいえさ、うんうん、ラジオですよ、すごいよ、ラジオでさ5、6分しかないコーナーのね、うん、レポーター役やってるやつをさ、うん、鹿児島まで飛行機で行かせますかね、すごいことですよ、贅沢だよな、いい時代だったんだよ、それだけいい時代で、しかもさ俺なんかあれもう桜島をさこう見下ろせるさ、うん、すげえ風光明媚だな、いやいいね、いいホテル用意してもらったんだぞ、いやすごいね、そうだよ、俺うわスポンサー様すごい、うん、俺国賓なのかなと思っちゃったからねいやいや本当さ、それぐらいいいホテルなんですよ、お茶のスポンサー待ってます、うんうん、なんでそこでさ、うん、でなんかあのやってた時に取材に行かされたさ下北沢のね、うん、下北茶園大山さんって店があったんだよ、
覚えてるだろ俺も。そこはねとんでもない店なのは、うん、5兄弟でやってるんだよ、うん、ね、60、お兄さんが60手前ぐらいで弟さんが50半ばぐらいなのかな、うん、だから俺が取材に行った時はもう10年ぐらい若かったと思うんだけど、2人揃って日本国内で、うん、15人以上20人未満かな、うん、しかも資格がない、うん、お茶の要するに選別士ってのうわすごい、あの要するにこう匂いとか歯の手触りとかで全部どこさん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 とかね、これはなんでなんでとか、これにはカテキンがどれぐらいでとか全部言い当てられることもできる、そうそう、お茶ソムリエ、ああ言ってみればお茶番ソムリエの最高峰、そのね、なんかね、あれめちゃくちゃ難しいよ。そうそうそう、あの外国人で一人取った人がいるんだけど、ドキュメント見たことがあって、外国人ってお国どこ、ね、うん、アジアか、北欧系だったと思う、北欧で、いいね、渋いワインより難しいのよあれ。ああそうか、で、あの、うん、冷たい水で戻したお茶でも分かるような舌じゃないと無理なんだって、うんうんうん、ああそうだろ、すごいんだよあれ、そうだろ、で何分蒸らすとかそういうのでらしいな、うん、でその要するに茶師だから茶なんとか鑑定なんか、うん、だからちょっと正確にはごめんなさいね、うん、なんだけど、そ の, あ の, 専門あの鑑定士の資格、うんうん、兄弟揃って持ってる、すごいね、その下北のお店、でそのお店にあの行った、そうそう取材に行ったのよ、うん、ね、うん、うん、でそのたくさん台湾茶とかも覚えてた、お茶いっぱいある、そうだね、まあ、まあ、国内のお茶がメイン、もちろんメインだけど、そのね、でそれ全部すげえ、でその人がこの間たまたま地上波のテレビで、あの一応なんか都市再開発の波で、あの何十年とそれ要するに親御さんの先代から親しんできたその下北の一角の店を立ち退かなければならないっていうドキュメントやつだ、だけどいや、あ、ご安心ください、その下北の再開発というのは、うん、だからそのただむやみたらにね、あの、うん、そのここからってことじゃなくて、うん、移転してで、なんかここでやります、そうそうそう、でただ移転する場所ではその茶をその蒸すその機械とかなんかの煙がわーっと 出ちゃってたのが、うん、そのか何環境衛生上その、うん、ご法度になっちゃうんで、ほうじ茶の匂いしなきゃダメじゃん、そう、ね、だから新たな機械を導入するっていうんで、そのご兄弟がいろいろなそのね、うん、あ、この機械ならあの前と同じよ、前よりいいものができるかもしれませんなんつって、その模索してる様なんかも見えてよ、いい、うん、それ思い出したって、俺のこと覚えてるかなと思ってよ、うん、仕事してますね、なんかな、それ思い出しちゃったよ俺も、食レポだって言ったらさ、あの、うん、昔僕ら折島さん結構長かったけど、北区ケーブルテレビで仕事してて北区ケーブルテレビで俺あの北区のお店を紹介するっていうレポーターやってたのよ、行ってたかラーメン屋で、俺いまだに行ってるからね、あのサンサントっていう、おあの東十条の駅前にあるこれがまたすごい美味しいところで、あったな、サンサント、あとね、うんうんうん、あれ覚えてる、あの王子のさ駅の近くにあったミノメンタって、ミノメンタ、ミノメンタ、ミノメンタね、ミノメンタね、ミノメンタって店があったんですよ、ラーメン屋、俺ミノメンタ行ったぞ3、4回行ってる3、4回行ってるぞ俺ミノメンタ、俺あとタヌキっていう居酒屋行って、うん、あの鍋をごちそうになったりとか、うん、ああそう、オレンジペコーっていう喫茶店で、うん、紅茶、居酒屋タヌキ、そう居酒屋タヌキ、居酒屋タヌキ行ったんだよ、居酒屋タヌキ、そうそう、あの坂の途中の、そう坂の途中坂あそこさ俺王子毎年僕ら来た王子でね落語会の司会やるから、行くたびにタヌキやってっから大丈夫かなと思って確認しに行くんだから、思い出した、うん、あのさ、これご主人ごめんなさいね、うん、あのおかしなディスり方してるんじゃないんですよ、うん、あの居酒屋たぬき、たぬき大将が、うん、昔ヤンキーだったんじゃないですかって感じまあそういう感じ、あのご主人だったの、そういう感じです、な威勢のいい感じのさ、そうそうそう、なで確か小三師匠のたぬきの絵とかも飾った、ね、あ飾った飾った、俺ね、うん、あそこね昼定食何回か食いに行ったうまかった、焼き魚うまかったすげえ、ローカルな話してたぬきのね焼き魚定食うまいんだよ、なんだこの話、たぬきの焼き魚定食、そうそうそう、王子界隈で、あのね、うん、訪れた皆さんぜひ立ち寄っていただきたいなと思います、うん、あのねそのあと王子の、あ王子って言えばよ王子で広げる話を、王子で行きましょう、いえ、うん、王子のさ、うん、あの俺そば好きだからね、何軒かあのその渡り歩いて、うん、行くというのささやかな楽しみだったのよ、うんうん、収録が終わったら、はいはいはい、ね、ほんでさ一軒ね、あここまだ来たことねえなっていう店があって、うんうん、まあ昼時だし混んでるだろうけどいいかと思って入ったら、うん、案の定混んでたんだよ、うんね、でそれはいいんだけど、そのそご主人が、うんテンパりすぎなんだよもうさもう全然オペレーションできてない、できてない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 、だってあのお運びさんいるんだよ、うん、女性のお運びさんいたんだけど、うん、
もうその指示がさ、うん、いやもうちょね、いやそんなにしなくてもいいんじゃないですかっていうぐらい、うん、ああおい、エンタショックどこ、ビータショック、ビータショック、ビータショックできてる、ビータショック、ビータショック、ほら、天ぷらそば、天ぷらそばどこ、こんな調子なんですんげえこのさ若い頃の平田満的な、ね、厨房からが、うん、だから親方シャツの店の平田、親方がそんなだから俺のためだけにやってくれた、おかみさん出て行っちゃったんじゃないですか、親方がいつもそんなに偉そうにしてるからおかみさん出て行っちゃったんですよ、俺だっておかみさんに同情しますよまた始まった、そういえば僕が面倒見てくれると思ってるんでしょうっていうね、平田満、俺は帰りますよ帰りますからね、鶴田浩二を脅す平田満、ありがとうございます、いいから黙って鶴田浩二また出てきちゃう、いいから黙ってつまみを作るんだ、いいから黙って横暴なんだよねすいません、ありがとうございます、話戻すけど、はい、とにかくテンパってんだよ、テンパって、それでさ、でね、でそんで、あら、あら、カツオの、あら、あら、あら、こでみたいな、そのやってんので、俺はね、なんかちょっと雰囲気悪いっすよ、ね、悪いよ、うん、悪いさ、でもそれ、まあ、いや、まいったな、偉いとこ入っちゃったなと思ってさ、こうやって待ってたんだよ、うん、そういう人はさ、もう、お運びさんのことは怒鳴りつけてるくせにさ、うん、ね、でその客の前運んでくるときはもうどうするのかなって、みんなもう途中で出ちゃうから、でも注文しちゃったしなと思ってパッと見て、ハッと見上げたらその店主が自ら運んできて、お待たせいたしました、怖い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 、満面の笑み、どの面下げてだと思う、満面の笑みでさ、あのカツ丼とミニたぬきそばのセット持ってきてさこうやって、で味はどうだった、いやいや、まあまあ、もうでも味なんかもしないですよそんな、もうなんかさギスギスした雰囲気でさ、ね、他のお客だってさ、なんだろうなっていうのはするんで、一人で厨房でどんなに散らしてんだからやだな、なさやだなそれ、うん、でお運びさん、お運びさんはお運びさんでなんか鈍そうな感じの人なんだよ、でそれがさ、あの順番間違えるたんびにまた叱られてるわけもう何やってんだよなんか前座が叱られてるのを見てるみたいな、そうそうそう、だから人が叱る、大の大人が見るの嫌じゃない、うん、で俺参ったなと思いながら食ってたんだよ、で、もうであまりにね、さらにバーってヒートアップした声が聞こえてきたの、で俺さ、これはちょっと誰か言わなきゃ、言わなきゃ、うぜーとかね、うん、まずいだろうって、ちょっと静かにしてくださいよ、ご飯食べてんだから、ちょっと、うん、みんな食事中なんだから、うん、もうちょっと静かにしてくれませんかね、うん、っていうような、別に穏やかに、はいはいはい、別に喧嘩売る必要ないんだからさ、うん、もう限界かなと、バーッと見上げたら、うんうん、この視線の先に壁のとこに、うん、色紙貼ってあったのよ、うんね、うん、そのお店宛ての色紙が貼ってあったの、うん、ね、でパッと署名見たら、うん、王貞治って書いてある、天下の王さんですよ、ね、うん、王さんの色紙が貼ってあって、うん、なんて書いてあるのかと思ったら、うん、冷静沈着って書いてある、うん、よくできた話、よくできた話俺もうそれ見た時のもうその色紙見た時の俺の顔こうですよ、ああもう王さんがこう言ってるのに、すごい、何にも聞いてない、王さんがこの4文字書いてるのにこの体たらくなんだから、だ、ね、じゃあ俺ごときが何だってダメだと思って矛引きましたよ、すぐ収めた、さすがよく、すぐ収めた、うん、王貞治、王貞治さんがその4文字書いてるよ、沈着、王さんがこれでもかって書いてるのにさ、思うとこあったんだろうね、そのざまなもの、でも直接言わなくて、うん、こうね、うん、なんか思うとこあって、うん、そういう4文字熟語を選んでくれた、いや俺は多分ね、王さんの前で多分丼の一つもひっくり返してる俺はあの主人が丼の一つもひっくり返してると思うよ、うん、王さんの膝をなんか多分タレで汚したかなんかしてるはずですよ、ね、あの様ならね、まあただ、うん、北区はそういうね、まだあの数少ない部族が生き残っている、部族っていう、ワンダーランドですから、あのね、まあ、名誉のためにね、美味しい蕎麦屋他にいっぱいありますからね、いっぱいあるからね、うんうんうん、そうなんですよ、そうそうそう、あ、そうなんだよ、あのね、坂の途中のね、その店とね、真反対の方向にある店はうまい、タヌキの、うん、タヌキ、あ、タヌキじゃなくて、蕎麦屋の、うん、そうそうそう、結構蕎麦屋ストップ、あのスポットいっぱいあるんだね、うん、あるあるある、そこのね、うん、やっぱりそこがね、あのエビのね、あのプリプリしたそのエビのあのかき揚げ天丼がうまい、エビ好きだね、まあ、いいんだよ、そこのエビはどうなの、かき揚げはちょっとプリ度がさっきの立ち食いより上がってる気がする、ちょっと確かにキュッとね、うん、背筋が伸びてるね、そうそう、さっきのそうなんかで、これをこのままやると昔のウインクみたいな感じで昔のウインク、昔のウインク、ね、ウインク世代だから僕ら、ね、そうなんですよ、ウインク、そうそう、ウインクしてる間に芸能界からいなくなっちゃったやかましい俺のね、ウインクの時代があったんだから、俺のね、うん、中学の同級生でさ、はい、鉄道狂いでよ、うん、で最終的に JR に就職したんだけど、うん、もうね、真面目を絵に描いたようなさ、もう岩倉高校とか行っちゃうけど、いや、そうそうそう、だから、まあ、いや、昭和なんとか、まあまあいい、あるね、うん、昭和なんちゃって、ね、なんとかだから、まあ、そっちに行ったんだけど、うん、
そ彼がさとにかくクソ真面目なんだよ、うん、だからただあの堅苦しい感じのクソ真面目じゃないのよ、うん、もう親御さんの教育がもうそういう根っからのさおおらかでいいやつなんだけど、うん、本当に柔らかな感じ、うん、もう人となんかもうこう、うん、あの争うような、うん、全然そういうのないないんですでもうただ無遅刻無欠あのねあ、うん、その無欠勤真面目、うん、あんで表彰されたんだからえ何あまりにもその要するに貧困が法制で、中学俺貧困法制で表彰されるやつは初めて見たからねもう人間ダイヤグラムだね、うん、いや完全にもう、うん、あのダイヤ通りにだから悪いけど銀行マンみたいな中学卒業してさあの俺らもさなんか、うん、あのすかしてよ、うん、あのちょっと卒業旅行ミニ卒業旅行みたいなものにしゃれ込んだことがあったんだいいね15歳中学卒業後にあったんだもん、ね、15歳3人ぐらいで、うん、で東北の方行ったんだけどそいつに漢字また任せたら全然面白くないんだよもう全然面白くないもうね分刻み秒刻みだよ、ね、15時30分何やねん駅集合15時45分移動ねで、何とか何やねんやつ、はやぶさ十何号に16時何十分まで乗ってで、向こうに2時間30分後に着くんだよもう秒うん、で俺もそうで俺さでずっとやってて2日目初日泊まって2日目もその調子でやられて俺そいつにさあのさ首相同棲じゃねえんだから1分単位その分単位時間単位で刻むのやめてくんねえかなってさこれ旅なんて行き当たりばったりでよ いいなあそこの店感じよさそうだからあの定食屋で飯にしようよとか それはねそういうのがなきゃ面白くないだろ偶然性を楽しむのが旅だもう店まで決まってんだそいつ店までここでねなんとかやってここが欲しいからなんとかでモテなさそうなんででもそうでもいやでもそんな彼がでもいいやつなんだよ、うんねまあね、真面目でさ、うん、気まじょういいやつなんだよ、うん、ねでその男が、うん、中二の終わりに、うん、ある日突然、うん、ウインクに狂ったんだよあーわかるびっくりですよでもそういうこうウインク好きだったかももうねそれまでさアイドルのあの字も、うん、なその宮原とかなんか一つもなかったのよまあせいぜいねやっぱりそういう趣味だから、うん、銀河鉄道39は見ますよまあね汽車は闇を抜けて佐々木さんねそうそうそう、うん、俺が歌ったらもう急いですぐもう臨床してきた急いでもう上下上げていいコーラスしてきましたよなそう全部だけどさその何あのそれこそドリフ見てさ、うん、キャンディーズがどうだとか、うん、ピンクレディーがどうだとかさ、うん、俺それと幼稚園からずっと一緒だったから、うんうん、でそのそう過去にそんなこと一番なかったですよ、うん、中二の終わりで急にウインクだよすげえあとウインク一直線ですよなんだろうやっぱあの性格無比なダンスとか歌唱とか、うん、お人形感というか、うん、あそうなのかねあれがやっぱオタク心をこう掴んだのかないや今となっては分かんねえ分かんねえけど怖いもんだよお前ウインクファンちょっと怖かったもんだって俺の友達ももうそれこそニンナ元年一夜にして変わったみたいな一夜にしてニンナ元年そうそうそう慶長2年一夜にして生まれましたみたいなさそう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 なんかそうだよ、ね、スノマタ一夜城みたいな感じでさ突然だよ突然はって久しぶりで時間遊びに行ったらさその団地だったけど、うん全部埋め尽くされてんだようわーすごいねあのチューインガムの包装紙まで撮ってんだよねあーウィンクのおーそうだでそなんかちょっとなんかほらお菓子のあの包装紙落ちてるあ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 とうちわとかさある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 全部それ壁に貼ってんのかってうわーすごいうわーと思ってさそいつはどっち派だったのかな、うん、相田翔子だねあー相田翔子ねだけど相田翔子だけどそのクラスメートの他の連中が、うん、あの鈴木幸子って言ったっけ、うん、あ言ったっけそっちの方の悪口言うと、うん、劣化のもとが多くなるあーいいね、うん、サッチの悪口も言うなよそう俺は相田翔子派だけどだからいいやつだろ、うん、いいやつだいいやつ結局巡り巡っていいやつだろそうなんだよそういやその俺はだからそもそも興味ないから別にさどっちど別にどっちもあのなんか興味ないから別にどっちの悪口も言われないと、うん、たださうんそうただ一緒にこうやってたことあったけどな、うん、この動きあれだよなあの日露戦争の時のさ統治家に似てるよなっつったら誰がわかんない統治家ね統治家ねせめてこれ筋肉マンに出てくるなんかアシュラマンとかそういうやつでしょ例えでやるとしても筋肉マンに出てくるアシュラマンはこうだろこうだろそれで アシュラメンそうだねよくやったよこの人アシュラメンねアシュラメン怒り笑い冷血そうですねやってまいりましたけどねでは、はい、今月2021年8月もうそんな時間かこちらのコーナーでございます、はい、ご覧ください今日も行ってきましたよどこだろう阿佐ヶ谷出ましたここはね名店
によるカウントダウン TV をご覧の皆さん、こんばんは。懐かしいね、俺。やってまいりましたよ。今回はですね、古書担保、JR 阿佐ヶ谷駅ね、阿佐ヶ谷駅から徒歩5分ぐらいの、ね、場所にあります、こちら、コンコ堂さんにお邪魔しておりますよ。うん、もうね、この店は俺、思い入れ強くてね、というのはね、今までね、延べ冊数だけど、大げさじゃなくて、500冊からね、700、800冊、いや、すごい。ひょっとしたら1000冊ぐらい、うん、あの実家のさ、死んだ両親のね、蔵書なんか処分した時もあるんだけど、それをね、まとめて、どれだけこのお店に買ってもらったか、うん、もうね、二束三文でね、叩き打ったとか、そんなこと言うわけにはいかないじゃないの、うん、それをさ、ちゃんと丁寧にね、値つけてもらってね、うん、悪くない額つけてもらって、もうね、売ってばっかりいる、俺ね、売らせてもらってばっかりいるからさ、たまにはね、買いに来なきゃダメだってね、もうで、このコーナーで紹介したかった、うん、最右翼の店なのよ、こちらね。うんうん、はい、さあ、うん、もう本当よだれ滴る一品また見つけちゃった。これまずドン一冊目ね、こないだ亡くなられたね、沢田隆治さん、ね、沢田隆二さんっていう、俺ずっと言うんじゃないけど、沢田隆治さんね、施設コメディアン誌とかさ、いろんな名著お書きの人よ。うん、その人の顔名人劇場、テレビ時代の名人芸グラフィティっていうさ、この解雇したねレオ企画から出てんだけど、80年代、俺ね、お笑い番組、演芸番組、いろんなもの見てたよ。お笑いした誕生日も見てましたよ。ザ・テレビ演芸も見てましたよ。だけどね、一番かぶりついてね、毎週、うん、それからどうしたの、それからどうしたの、ね、うん、いつ出てくるの、武井さんいつ出てくるの、試着集いつ出てくるのみたいに見てたのは顔名人劇場だったのよ。ってガンノスケだすね、ガンノスケさんが裸の大将ね、やってたのも最初は出発点がこれじゃないの、顔名人劇場。これのさ、もうね、うん、グラフィティね、いいね、これはい、はい、それとまずそのね、これ顔名人劇場について2冊目、レイモンド・チャンドラーでした。ね、ロンググッドバイ、長いお別れですよ、ね、それから、大いなる眠り、さらば愛しき人よ、ね、かわいい女、もう名作傑作さ、鶴瓶打ちなんだけど、そのレイモンド・チャンドラー、一時期ね、ハリウッドと相当深い関わり持ってたんだよな。そんであのフォークナーとかさ、ああいう人たちと一緒に映画のシナリオをシコシコ書いてた時期があったのよ。残念ながらその、なんだろう、その大衆的にドッとこう、ね、大ヒットみたいな作品につな、大ヒットにつながるような作品には恵まれなかった人なんだけど、その人のね、ハリウッドのノワールように書いた映画脚本がこのブルーダリアなんだ、これな。うるさいですね、これ。ね、これこんなのが出てるって、ね、知らなかったのよね。昔の角川書店から出てる春樹さんがまだまだお元気な頃、いや今もお元気だろうけどね、もう元気バリバリの、まあまあ今も元気バリバリだろうけどね、その頃の角川から出てますよ。買っちまったな。そしてね、この方もね、もう亡くなられて久しいけども、種村末広さんってわかるかな、ドイツ文学のね、いましたね、ちょっとのさ、山師カリオストロの大冒険とかね、それからあの詐欺で ね、1回の詐欺師がポルトガルを国ごと乗っ取ろうとしたことがあったとかね、そういうね、18世紀19世紀の奇談珍談を集めたね、面白話をね、いろいろ紹介してくれたね、あの仏文出身だと渋沢達也、ね、英文出身だと由良公良、そして、ドイツ文学出身だとやっぱこの人っていうね、イメージが強かったんだけど、この人の楽しき没落、種村末広の奇想映画館だよ、奇想天外の映画館ですよ。泉くんが好きだよ。タイトルがいいじゃん、楽しき没落っていうさ、知りえんだな、うん、これもタイトルがいいだな、うん、論争者から出てました、これ買っちゃったな。タイトルがいいね、これはね、もう失われた、まあえて言おう文化と言えるんじゃないの。昔はほら、コビトプロレスの世界って言ってね、うん、だから俺最初あのリリー・フランキーさんと来た時に、最初リトル・フランキーさんと聞き間違えて、間違えちゃってね、なんでコビトプロレスの人がなんかやたらとあのロフトプラスワンでそんなトークイベントやってんのなんてね、思った時期を、謝礼じゃなくて本当に、ほんとに俺にとってはリトル・フランキーさんの方が最初に頭に入ってきたし、ね、このさ、あのコビトプロレスラーたちのね、肉体をかけた絶妙な演技にホーク Z だが今、ね、その天下男の子は鳴り響かないね、いろいろほら差別の問題とかなんかさ、この人たちは別にさ、何も訴えてないのに、わけのわかんない外野からなんか余計な火を焚きつける人たちがいて、この人たちの興行がもう成り立たなくなってしまったっていう、それはそれで一つのさ、なんか、まあ、文化抹殺っつったら大げさかもしれないけど、だと思うんだよ。高部宇一さんっていう方の異端の小国、笑う国とか言ってね、コビトプロレスな世界、タイトルと中身だけはずっとしてたのね。でもずっと名著の呼び声高いことだけは知ってるけど、
いざ読んでないっていうのがあるよな。それがこれだった、うん、今更だけどね、襟を正して読ませてもらいますよ。見つかってよかったな、これな。それからね、これもね、誰も知るんじゃないか。なんだかんだ言ってさ、我々ね、その東洋史、西洋史って言ってね、中東方面ボコッと抜けてるとこなんだよ、世界史関係でよ。オスマントルコ帝国忘れちゃいけませんよ。俺が大本営発表でさ、ピンで出てく時の出囃子ね、和田弁演出の昔の NHK でやってたアシュラのごとくの主題曲みたいに流れたオスマントルコ帝国、ジェッティン・デディンね、祖先も父もっていうやつだったかな。それそのオスマントルコ帝国600年から700年の長きにわたってさ、ヨーロッパなんかに軍もね、めちゃくちゃ戦も強かった、そのオスマン帝国英傑列伝、どうですかこれ。小笠原博之さん幻冬写真集ね、スルタン、芸術家、そして女性たち、オスマンを支えた名物男、名物女たちの列伝っていうのをこのね、人数絞って紹介してる、これはめちゃくちゃ面白そうだぜ、うん、ね、こういうのも穴場、穴場、世界史の穴場ね、うん、そしてね、列伝面白いんだよな。この人わかるかな、徳岡隆雄さんね、この方ね、新聞記者、ジャーナリスト出身なんだけどね、三島由紀夫さんとね、親交が深かったんだよ。それでね、5つ衰える、三島さんの遺作が天人五水だろ、北条の海4部作の最終作が天人五水だよね、その五水の人っていうタイトルで、三島由紀夫の生と死っていうね、回想録をこの人書いてる、涙なくしては読めない素晴らしいあのね文章、うん、いかにねその三島由紀夫とのさ、いろいろなそのこういうそのあな、まあ、で開港から始まってね、あの悲しい別れに至るまでをさ、切々たるね思いが行間からほとばしるような素晴らしい文章を書く人なのよ、うん、昔ね、諸君に連載されてた名物コラム紳士と淑女っていうのをずっとあの名前隠して書いてたってね、このコラム書いてるの誰なんだ、何十年もみんなね、あの寸鉄人を刺す名文誰が書いてんだって、亡くなる直前ぐらいに徳岡さんが書いてたってことが分かったって、そういう渋いねジャーナリストなんで、その人が横浜山手の出来事、なんとこういう作品書いて日本推理作家協会賞を取ってたんだよね。すごい、ね、不勉強だね俺、今の今まで分かってなくてね、ここでねこういうものに出会えたっていうことで、ね、ちょっと徳岡さんのまた別の顔をねこの一冊で、堪能しまくりたいとそう思ってますよ。そんなわけでね、今回の収穫は以上6冊だ。うん、緊急事態宣言下でね、金庫堂さんずっと閉まってたのね、もうやっとね営業再開されてね、本当ねあの一、顧客の身としてはね、もう本当あの万感を込めておめでとうございます、営業再開おめでとうございますとだけね申し上げておこう。うん、本当素晴らしい品揃え素晴らしい店なんでね、うん、皆さんもぜひ杉並に阿佐ヶ谷にお立ち寄りの説はぜひね寄ってもらって、美味しい店もいっぱいあります周りね、おすすめですよ。じゃあ残る話の続きはスタジオで、アディオーソーてなわけで、あー素晴らしい、この後焼き鳥行っちゃったから、うん、この後カメラマンのヒロタ連れて焼き鳥行っちゃったからね、いいね、神鳥っていうのがねうまい店があってさ、いいね、うん、そうそうそう、阿佐ヶ谷北口かな、うん、金庫堂はね、でもね、亡くなった坪内雄三さんもね、うん、この店のことは確かエッセイ書いてた、なるほど、うん、坪内さんに限らずあのフロン好きのライダーさん、うん、だから岡崎武さんとかさ、うん、あの、うん、人たちはもうあの御用達にされてる店じゃないかね。今回は、うん、拝見してますっていうのはなかったですか？ないないない。よかった。そりゃないよ。ちょっとそれいつも売りに行ってるところが見てたらちょっと恥ずかしいもんね。だからね、もう本当にもうキョトーンと思いっきりキョトーンですよ。趣旨説明してこうこうこういうことやってるものなんですけど、ザキョトン、うん、いや音が聞こえたから。キョトン。本当こういうキョトンね、顔されて、でしばらく固まられちゃったから。いやあまりに急な話なんで、あまあでもそうだよね。ただねこれね、言い訳許してください、うん、さ、どんなね例えばいい店、かぐわしい店でも、うん、なあるじゃない、行って収穫が見つからなかったらそこで取れないんだよ。まあそうだね、折島さん、ここでこれとこれとこれこんなの見つかったよっていうのがなかったら、うん、せっかくその店行ってもさ、うん、カメラ回す意味がないんだよ。だからその予約ってことができないんだよ。そうだよ、あそっか、うん、事前に連絡もできない、ね、そうそうそう、だから3日前に連絡してか、ね、何時からカメラ回させてもらえますかってことがこの企画に限ってはできないのよ、うん、そうなんだ。俺だから悪いけどね、そのもたれって言ってるわけじゃないんだけど、もう他にもねこのオンエア使ってない店、うん、何十件も行ってるけど、うん、
もう紹介した店いっぱいあるんだけど、うん、たまたまそこ行った時、今俺の欲しいのはこれじゃねえんだよなっていうので、今日はちょっと残念だけど今日はちょっとあの俺の釣り竿引っかかんないなっていうのがね、この今まで紹介した店の背後に何件もあるからね。森島さん毎月ありがとう、うん、だからこれだからね、うん、あのそれがねごめんなさいなんだよね、うん、もう当日行ってあったっていうその勝負でしかないから それの積み重ねでしかないのでね、コンコドさん許してください。いやありがとうございます。すみません、突然ねお邪魔しましてね、こんなでも、ね、本当によく買ってくれてね。いやすごいね、うん、あのそうそうそう、足掛けだから何年ぐらいだ、10年近く、お父さん亡くなってからだからそんぐらいじゃないですか。そうそうそう、うん、でに母親が死んでるの2年前だからね、うん、でもうそう、まあ、毎回もう100冊とか150とか200とか小出しですよ、うんうん、それ繰り返してってから1000は超えてるかもしれないな、うん、いやほんと、いやでもね、うん、よくしてもらってね、こんな折島さんのこう、うん、電車賃だけでもねぜひ皆さんお願いしたいんで何十件も行った中の一件ですから、皆さんあるから交通費ぐらいになるか、あるからね、そんな応援したいというあなたにですね、配信応援チケットっていうのがございます。今こちらの YouTube の説明画面にもね、あの8月いっぱい、はい、販売している配信応援チケット、あそういうことなんですよ、まあ、YouTube はね、うん、スーパーチャットっていうのもありますけれども、はい、そこはね、うん、あの配信応援チケット買っていただくと、うん、まあ、今日もねこの配信協力してくれてるジュンズさんとか、はい、お世話になってます、携わってるスタッフ、うん、僕らにも出演料払うことができますので、うん、そして忘れちゃいけないゲストの方に、そうですよ、うん、ぜひ配信応援チケットのご購入をよろしくお願いいたします、はい、まあ、買っていただいた方には手動でね返礼動画というのも毎月お送りしておりますので、うん、そうそうこれもね、まあ、あの、うん、買って2秒で行くわけじゃないんですけれども、うん、まあ、それなりに時間をかけて、うん、あの大事な動画をお送りいたしますので、ぜひご堪能いただければと思います、はい、そしてですね、米粒社協のガラパゴスイッチ、あこれもな、偶数月、うん、最後の金曜日に毎回やってるんですけれども、まあ、今月もね残念ながら、うん、まあ、緊急事態宣言の延長が宣言されましたので、うん、仕方ないよ31日までね、はい、まあ、うん、今月も無観客ではありますが、はい、配信はございます、うん、8月の16日から販売開始ということになりますので、うん、公演自体が最終金曜日何日だっけ27日、8月27ね、8月27日、うん、7日の金曜日8時から配信ございますので、まあ、16日から、まあ、日数少ないですけどね、それくらいやっぱ集中して買った方がいいでしょう、ね、販売期間も1ヶ月も2ヶ月もなくてもいいから、でも子供たちかわいそうだな、そうだよ、だって夏休みと思いけないんだもん、緊急事態で塗りつぶされてよ、ね、どこにも行けなくてさ、あなんか俺らでなんか親子で楽しめるなんとか企画考えられねえから、うん、そうだよな、そのガラパゴスイッチでよ、ガラパゴスイッチで親子で楽しめる、うん、子供さんに見せてもね、うん、全然問題ないようなねのもうたまにはな、子供と一緒に考えられるクイズとかね、うん、そう教材でも何でもいいんだけどさ、できるといいよね、そういうのもねちょっと考えてますんで、うん、ぜひよろしくお願いいたします。なぞなぞみたいなやつな、そうそうそう、うんうん、あとは折島さんなんか公演のお知らせとかありますか、うん、あ13日の金曜日にね、はい、よりによってね13日の金曜日、文字面にすると大変なんで、新規違いライブというのがありますんで ね、うん、新規ここで来てください、うん、新規違いライブですね、うん、はい、これが新宿2丁目の道楽亭という会場で、うん、ごくこじんまりしたとこなんで、うん、はい、快楽亭ブラックショー、そして元気伊蔵さん、うん、そして私が台本を貼ってね、うん、男3人でね、むさ苦しくやってますんで、うん、よろしかったら遊びに来てください。19時夜7時開演です。ブラック師匠、元気さん、うん、折島さんっつったらもう、うん、マギ、カスパー、バルタザールみたいな感じですか、それ東方の三賢者みたいなもうこれは見るしかないでしょっていう、それは褒めすぎだろそれはだってエヴァンゲリオンに出てくるね、うん、あの人工知能ですよ。だって元気さんなんか毎回角笛吹いて外出てっちゃうんだよそれはゲーだ、すごいんだから、そんでお客さんそんでそあのそうそうそうショーを捨てて街に出ようって、そのままその正気そう、ショーを捨てて街に出よう、正気を捨てて街に出ようって本当に角笛吹きながら出てっちゃうんだよ。でそれをお客さんが追いかけていくって非常にシュールな時が必ず見られるのが新規違いライブですから、なるほどねすごいね、ハーメルの笛吹き男みたいな感じでそれやってるんだから、やってます、うん、そして、うん、まあ、8月はね下関も新宿末広亭にお昼出てますんで、よろしかったらご来場いただければ。末広いいですよ、こう木造のね、いいのあの室内の作りがね、桟敷席がね、両サイドの桟敷席が個人的にはおすすめです。あとね、楽屋での小曲祭、三津先生が最高なんですよね、元気がいいの、あのね、いや俺ね、はい、やっぱりあの先生色っぽいな、色っぽい、かっこいいのよ。だからね、もう正直ね、御年はもう70代、うん、だけどね、
あやっぱり女の芸人さんの声の張りもいいし、ね、そう声の張りとかね、それからなんていうのやっぱりこうあの切符の良さとかさ、うん、こうね、うん、あの男勝りとかそういう表現ってのは多分今死後になっちゃうんだろうと思うけど、あのまあこれいろいろ誤解与えちゃう、今の時代与えちゃうかもしれないけど、あの男前な感じな、そうなの、うん、佇まいだよ、そうなの、そうなの、キリッとしてるから、そうな、ずっと楽屋でも椅子に座ってこうやってね、うん、でそう、うん、であのもう腰がとかなんだけど、あのいやだってこれ寝ずっちに聞いたけどさ、青空給仕師匠さ、うん、日常会話が腰が痛いんだよしか言わないかった、腰が痛いんだよ、腰が痛いボットになっちゃってるんです、いや師匠ご無沙汰してます、腰が痛いんだよ、腰が痛い師匠お出番近づけない腰が痛いんだよ師匠、あの今度の漫才協会 あの理事会のやつ腰が痛いんだよの一点張りらしいんだけど、みちさん、みち先生は弱々しくさ、かけらもないだろ、すごいよね、なあ、であので毎回新しいエピソードくれんの、そう楽屋でね思い出話を語ってくる、あちょっとその話した方がいい、あの話いいよね、楽屋でね先代 あの三遊亭円楽師匠ね、師匠今 あの六代目円楽師匠じゃなくて先代 あのね笑点の司会されてた、うん、その五代目円楽師匠の思い出話、うん、でその五代目円楽師匠のことを大体ほら話し家さんってそのお住まいね、うん、あの自宅のある場所を取って、うん、ほらやられちゃうとかね、8代目桂文楽が黒門町、ね、5代目古本亭新書が日暮里、うん、6代目三遊亭師匠が柏木って言われたように、あの柳家小さん師匠ね、5代目の師匠が目白って言われたように人を場所で呼ぶって、そうそうそう、それかっこいいよな、話し家さんのかっこいいじゃないか、仙台円楽さんのことは竹の塚ってお呼びになってたでしょ、竹の塚って言ってた、ね、私はね竹の塚とは随分喧嘩したのよ似てるよ、もう本当にね喧嘩したの、それでねもう一緒に旅行も行ったしね、一緒に旅行も随分回ったしね、でもある時に、ね、竹の塚に言われたの俺はねゴキブリと未知には逆らわないようにするよってあのオチにたどり着くまでのよ、いやすごいんだよあのエピソードのねまろやかさ、オチまでの、うん、その助走がすげえ気持ちいいんだよ、いやあれコクがある、いやだからオチがなくてもいいわって思えるの、うん、あの話三先生のでな、でないやそう、それでねそのご自身の生い立ちね、うんうん、であの親御さんも芸人の家系の生まれなんだよ、そうそうそう、ね、そんでね、だからもうそ、まあ、今でもさお綺麗な人だけどさ、うん、若い頃のたるやってもう想像、想像さすがにあまりあるだろ、うんうん、さぞいろいろね表になっただろうしさ、いろいろそのなことがあっただろうなっていうのを想像するしかないけど、あのあんたはね漫才やっちゃダメ、あんたはねあの切れどころで勝負しなさいって言ってね、あのマジックに入門させられたの言ってたな、そうそう、でもあの人お若い頃さ、うん、ブラジル公演とかしてんだぞ、あーすごいな、アメリカとかもう 南北両アメリカ大陸とか回ってる人なんだよ、ね、すげえなんか若い頃にさ、黙って座ってるだけでもいろんなエピソードいっぱい放り込んでくれるから気持ちよくなっちゃって、楽屋ってのはそういう楽しみがあるんですよ、でさ、うん、ちょろっと会話の端に、うん、お酒は飲めないんだけど、うん、私貝柱が好きなのって言ってて、おーそうかこれだと思って、うん、俺だからあれまさかラグビー前に、うん、あれは何、あの東急じゃないか、あの新宿のさ伊勢丹、伊勢丹、うん、伊勢丹の地下におうおうおう、すっごい高い貝柱の缶詰買って、あこれお中元ですって渡そうと思ってのし紙とかも買ってで缶詰買って、あもう今日もう絶対道姉さんに道姉さん喜ばせるぞよしと思って、ね、最終日行ったら大宴だったんだよいないんかーともう俺絶叫したよね、お前さ、いい、やることがお前柳沢義康だよお前は柳沢義康、柳沢義康五代将軍綱吉のお前、そば用人のお前は、あの大和郡山城主でもありました、ね、もしくはもしくはね、あの島津久光のね、あの関心を買ったね、あの大久保利通ですよお前は若き日の、いやでもねそういうふうで、そういうね、そういう気遣い大事、いやいやいや、そういう気遣い大事だね、うん、なんとか仲良くなる、そういう気遣いさ、うん、そういう気遣いで、ね、俺できてないから頼むぞ、うん、頼むぞ、すいません、それそれ島田さんできるんだけど、そういう気遣い全然、うん、そういうとこに決まらないから頼むよ、任せるよ、任せるぞ、お金後で払うからいやー本当にね、でもね消極さえみちさん最高、素晴らしい貫禄のね、あの記述のね、うそうだって消極さえってすごいあれだぞ、あのそうですよ、ね、なんていうの、その由緒正しいの、ね、そうですよ、消極さえ天活ってね、明治の大女記述し、三島由紀夫の仮面の告白にも出てくる名前ですよ、消極さえ天活ってな、いやすごいよね、寄せってね、こういう話いっぱい出てくるからな、話がいろいろ飛ぶな、はい、今日は、うん、というわけで、はい、8月の米粒社協談話室でございました。